今回はリミックスについて解説するのだ。リミックスとは一言で言うとリアクトをベースとしたフルスタックのウェブフレームワークのことなのだ。と言ってもこれだとちょっと分かりにくいよね。だから今回は簡単なブログを作りながら一緒にリミックスについて理解していこう。まず npx create remix at latest と入力してリミックスプロジェクトを作成するのだ。次に新しいプロジェクトを作成する場所を聞かれるからリミックスチュートリアルと入力するのだ。その次の git リポジトリを初期化するかという質問にはノーと答えよう。最後に npm でパッケージをインストールするかを聞かれたらイエスと答えるのだ。インストールが完了したら VS コードで作成したばかりのリミックスチュートリアルを開こう。アップ内の root.tsx を開いて中身がこんな感じになるように書き換えるのだ。このコードは概要欄のリンク先にも貼ってあるから入力が面倒な人はそこからコピーしてね。そしたら最後にリミックスチュートリアルのディレクトリに移動して npm ランデブを実行するのだ。ブラウザでローカルホスト5173と入力したら真っ白な画面が表示されるはずなのだ。ここまでできたら準備完了。次はリミックスの基本的な機能について解説するのだ。リミックスには基本的に5つの機能があるのだ。1つずつブログを作りながら紹介していくのだ。まず1つ目はアウトレットと呼ばれる機能なのだ。アウトレットとは親ルート内においてコルートがレンダリングされる場所を示すために使われるコンポーネントのことなのだ。アウトレットを理解するために投稿一覧という見出しを表示させることを考えてみよう。まず VS コードで app.routes.index.tsx を開いてインデックスコンポーネントのリターンの中を削除するのだ。そして h1 タグを使って投稿一覧という文字を追加しよう。スタイルはテイルウィンド CSS を使ってこんな感じで書くのだ。するとブラウザではどんな表示になるかな。確認してみると何にも表示されていないのだ。これはどうしてだろう。実は親ルートの中でアウトレットを使っていないことが原因なのだ。というのも現状だと親は子供をどこに配置すればよいのか分かっていないのだ。だからアウトレットを使ってどこに子供を表示するべきか教えてあげる必要があるのだ。じゃあ実際にやってみよう。まずアップの中の root.tsx を開いてインポートの中にアウトレットを追加しよう。そしてボディタグの中にアウトレットコンポーネントを追加するのだ。コードを保存してブラウザを見てみよう。投稿一覧という見出しがちゃんと表示されているね。このようにアウトレットコンポーネントを使うことで親ルートに対して子ルートがレンダリングされる場所を示すことができるのだ。次に2つ目の機能について解説するのだ。2つ目はメタ関数なのだ。メタ関数とは HTML 内のメタデータを変更するために使われる関数のことなのだ。と言ってもそもそもメタデータってなんだろうって疑問に思うよね。メタデータとは直訳するとデータについてのデータという意味で、簡単に言うとウェブページに関する情報を提供するデータのことなのだ。例えば Google などの検索エンジンを使ってリミックスと検索したらこんな感じの検索結果が表示されるよね。この赤枠で囲った部分はタイトルと呼ばれていて、青枠で囲った部分はメタディスクリプションと呼ばれるんだけど、こういった情報のことをメタデータと呼ぶのだ。リミックスではこのメタデータを簡単に変更できるようにメタ関数というものが用意されているのだ。じゃあ実際に変更してみよう。まず現状のメタデータを確認するために検証ツールを開こう。ヘッドタグの中を見てみるとタイトルに New Remix App、 そしてメタディスクリプションに Welcome to Remix と設定されていることがわかるね。次に VS コードで index.tsx を開いてあらかじめ定義されているメタ関数の中をこんな感じに変更しよう。ブラウザに戻って再度検証ツールで確認するとタイトルとディスクリプションが更新されていることがわかるね。このようにメタ関数を使うことで
各ページのメタデータを簡単に変更することができるのだ。それじゃ次は3つ目の機能について解説するのだ。3つ目はローダー関数なのだ。ローダー関数とはレンダリング時にデータを取得するためにサーバー側で実行される関数のことなのだ。例えばトップページに投稿したブログのタイトルをリスト形式で表示することを考えてみよう。その場合レンダリング時に投稿一覧のデータをデータベースから取ってくる必要があるよね。このデータ取得の仕事を行うのがローダー関数なのだ。ローダー関数はサーバーでのみ実行される関数で、ページが表示される前に自動で実行されるのだ。実際に使ってみよう。まず index.tsx を開いてローダー関数を定義しよう。この時先頭にエクスポートをつけるのを忘れないでね。次にローダー関数の中でフェッチを使って外部の API からデータを取得するのだ。今回は JSON プレイスホルダーという無料のフェイク API を利用するのだ。この URL は概要欄にも貼ってあるからそこからコピーしてね。そして取得した投稿データをレスポンスとして返すのだ。この時リミックスが用意している JSON ヘルパー関数を使うと簡単に JSON 形式でレスポンスすることができるのだ。コードを保存する前にリターンの前にコンソールログを仕込んでおこう。ブラウザではどんな表示になっているかな。確認してみると以前と全く変わってないのだけど、ターミナルを見たらポストデータが5件出力されていることがわかるのだ。このようにローダー関数を使うことでサーバーレンダリング時にデータを簡単に取得することができるのだ。ところでせっかくローダー関数を使ってデータを取得できたんだし、ブラウザ上でもポストデータを表示させたいよね。そのためにはユーズローダーデータというフックを使う必要があるのだ。使い方は簡単。インデックスコンポーネントの中でユーズローダーデータを実行するだけなのだ。ポストデータを取り出せたら JSX の中を編集しよう。まず div タグを作ってその中に h1 タグを入れるのだ。そしてその下にさらに div タグを作ってその中で map 関数を使いポストデータを展開しよう。この時マップの引数を見ると何かエラーが出ているね。これを直すためにデータ変数にポストの配列型をつけよう。ポスト型にはこんな感じで ID やタイトル、ボディ、そしてユーザー ID を含めるのだ。型定義が終わったらマップ関数に戻って LI タグを追加するのだ。そしてポスト .title を追加するのだ。この時キーに1位の値を与えることも忘れないでね。それじゃブラウザで表示を確認してみよう。トップページにブログタイトルがちゃんと表示されているね。このようにユーズローダーデータを使うとローダー関数がリターンした結果のデータをコンポーネント側で受け取ることができるのだ。続いて4つ目の機能について解説するのだ。4つ目はダイナミックセグメンツなのだ。ダイナミックセグメンツとは動的に変わる URL のパス部分をマッチさせてその値をコード上で使えるようにする機能のことなのだ。例えば先ほど作った投稿一覧ページを振り返ってみよう。今のところブログのタイトルが表示されているけど、それぞれをリンクにしてクリックすると投稿詳細のページが表示されるようにしたいよね。それをするためには投稿詳細ページの URL を123というようにパスの一部分を動的に変更できるようにする必要があるのだ。そこで登場するのがダイナミックセグメンツなのだ。具体的にはファイルを作成するときにこんな感じでファイル名にドルマークを使用するのだ。こうすることでドルマークの後ろについたポスト ID という文字が変数としてみなされて1、2、3などの値とマッチできるのだ。ちなみにこのドットが何か気になった人もいると思うけど、これはドット分割と呼ばれていて、簡単に言うと URL のスラッシュを表すのだ。じゃあ実際に使ってみよう。まず index.tsx を開いてリンクコンポーネントをインポートするのだ。そしてポスト.タイトルをリンクコンポーネントで囲んで
句を追加するのだ。値にはテンプレートリテラルを使ってこんな感じで書くのだ。ついでにクラスネームでテキストブルー600も追加しておくのだ。書き終わったらブラウザで確認してみよう。タイトルはそれぞれリンクに変更されているけれど、クリックしたら404 not found が表示されてしまうね。だから次はダイナミックセグメンツを使って投稿詳細のページを作成していこう。まずラウツディレクトリにこんな感じで新しいファイルを作成するのだ。そして作成したファイルの中にホストという名前のコンポーネントを定義しよう。 JSX の中はこんな感じで書くのだ。書き終わったらブラウザに戻ってリンクをクリックしてみるのだ。投稿詳細という見出しがちゃんと表示されているね。それじゃあ次はこの見出しの下に投稿詳細のデータを表示させてみよう。そのためにはまずローダー関数を定義するのだ。引数にはパラムスと書くのだ。ここで一旦コンソールログを置いてパラムスの中身を見てみよう。ただこのまま保存すると何もリターンしてなくてエラーになるから、リターンには仮置きでヌルと書くのだ。ターミナルを開くとこんな感じで表示されているね。つまりパラムスはオブジェクトの形をしていてホスト ID を持っていることがわかるのだ。これを使って API から投稿詳細データを取得しよう。ローダー関数の中身をこんな感じに変更するのだ。書き終わったら今度はポストコンポーネントの中でユーズローダーデータを使おう。そして取得したポストデータを使って div タグの中身をこんな感じで書き換えるのだ。ブラウザで表示を確認したらタイトルと本文がちゃんと表示されているね。このようにダイナミックセグメンツを使うと動的に変わる URL のパス部分をマッチさせてその値をコード上で使用することができるのだ。最後に5つ目の機能について解説するのだ。5つ目はアクション関数なのだ。アクション関数とはデータの変更などを行うためにサーバー側で実行される関数のことなのだ。例えば先ほど紹介した3つ目の機能のローダー関数は覚えているかな？アクション関数はこのローダー関数と似ている機能を持っているのだ。ちょっと復習だけど、ローダー関数はデータを取得するために使われていてレンダリング時に実行されるんだったよね。これに対してアクション関数はデータを更新するために使われる関数なのだ。実行されるタイミングはフォームが送信された時などで、つまりポストやデリート、プット、パッチリクエストが送られた時に実行されるのだ。じゃあ実際に使ってみよう。まずラウツディレクトリーに post.new.tsx というファイルを作成しよう。そしてその中に new コンポーネントを定義するのだ。リターンの中には div タグの中に見出しを追加しよう。スタイルもつけるのだ。書いたらブラウザの表示を確認してみよう。 URL のパス部分にすらポストすらニューと入力したら投稿作成という見出しが表示されているね。次は VS コードに戻ってフォームを追加しよう。フォームはリミックスが用意しているフォームコンポーネントを利用するのだ。スタイルはこんな感じで書くのだ。ファイルを書き終わったらインプットのネームにタイトルという文字を設定するのだ。テキストエリアのネームには本文の意味を表すボディという文字を入れよう。あとフォームのメソッドにポストと指定するのも忘れないでね。ブラウザの表示を確認してみよう。こんな感じでフォームが表示されているはずなのだ。それじゃあ最後にアクション関数を定義するのだ。アクション関数では引数に
リクエストオブジェクトを受け取ることができるのだ。リクエストオブジェクトにはフォームデータというメソッドが含まれていて、フォームから送信されたデータを取得することができるのだ。そしてさらにゲットメソッドを使えば、投稿したタイトルと本文のデータを取り出すことができるのだ。ところで実際のアプリケーションだったら、この赤枠で囲った部分の中にこんな感じで DB にタイトルと本文を登録する処理を書いたり、またはこんな感じでフェッチを使ってポストリクエストを送信したりする処理を書くんだけど、今回はフェイク API を使っているからその挙動は試せないのだ。だから代わりにこんな感じでコンソールログを置こう。そして最後にリミックスが用意しているリダイレクト関数を使って投稿一覧ページに遷移する処理を書くのだ。これでブラウザの表示はどうなっているかな。早速タイトルと本文を入力してみよう。そして作成ボタンをクリックしたらトップページに遷移したね。ターミナルを確認したら、さっき入力した通り投稿タイトルと本文が表示されていることがわかるのだ。このようにアクション関数を使えば、ユーザーから送信されたフォームデータをサーバー側で簡単に処理することができるのだ。最後にまとめなのだ。1つ目、リミックスとはリアクトをベースとしたフルスタックのウェブフレームワークのことなのだ。2つ目、リミックスには基本的な機能が5つあるのだ。この動画ではアウトレット、メタ関数、ローダー関数、ダイナミックセグメンツ、アクション関数の5つの機能について解説したのだ。3つ目、リミックスを使えば効率的なルーティングやデータの取得、更新などが簡単に実現できるのだ。見てくれてありがとうなのだ。いいねとチャンネル登録よろしくね。